サソ,サソリ、サソリ、サソリ、かつは、節足動物モンバサミカクアモンクモツナサソリ目に、属する動物の総称である。前にハサミ、尾に毒針を持つが、人間の命に関わる毒を持つものはごく一部の種類である。少なくとも4億3000万年以上前から存在したことが確認されており、現存する陸上生活史を持つ節足動物としては、 世界最古にあたる。ただし、初期のサソリは、水生動物であり、陸上進出自体は安手に遅れをとった。東京部と腹部は、くびれずにつながっている。腹部は、前腹部と、後腹部に分かれる、五腹部は、長い尾部になり、曲げ伸ばしができる。その先端の微節は少し膨らんで、曲がった毒針になっている。ハサミ角は短いハサミ状。 フレシは長く発達したハサミになっている。フワシは四体で、第一体が最も短く、後方の付脚ほど長くなる。第四脚の付け根には、串状板と呼ばれる、生発用の串の形の器官が左右一体ついている。腹部の覆面には各節に一体ずつ、四体の諸肺がある。原生のサソリは、東京部前方側面に二から五体の単眼の列、側眼を、 また東京部中央には上向きに露出する接近した一体の単眼、中眼を持つ。サソリは一見すると、その形状から陸生甲殻類と思う人も多いが、甲殻類との類縁関係は遠く、ハサミ角は文句も型類に属し、クモ類や日よけ虫に近縁であり、不施や脚部の構造にもこれらとの共通点が見られる。また、フレッシュと呼ばれるハサミの稼働詰めが、 エビやカニでは上側なのに対し、サソリでは下側であるのも特徴である。サソリの体の構造は様々な点で個性外前期に反映した海サソリ類に似ており、特に大切の数や全体のシルエットが似ていることから直接の類縁関係があると言われる。しかし、これには疑問を唱える向きもある。現在知られている中での最大のサソリは、 アフリカに生息するダイオウサソリエンペラースコーピオンで最大20センチメートル以上に達する。歩く時はビブを曲げて体の上の前方に伸ばす。餌を取った時にはハサミで固定した餌にビブの針を刺し毒液を注入しハサミ角で小さくちぎって食べる。肉食で昆虫などを餌にするが時にはトカゲなどの小動物を襲う。 それほど大食いではなく、絶食に耐えるものが多く、中には一年以上の絶食に耐えるものもある。主に夜行性で、昼間は岩の下や土の中、何かの隙間にいることが多い。元来活動は、あまり活発ではなく、じっとして獲物が通るのを待っていたりする。サソリ類の配偶行動は、婚姻ダンスとして有名である。雌雄が互いの触れし、 あるいは、ハサミ角を掴み合って、前後左右に動き、種によっては、それが数時間以上も続けられる。最終的に、オスは製法を地上に置き、そこへメスを誘導し、メスはその製法を生殖口から取り入れることで、配偶行動は完了する。サソリ類は、卵体制と体制の種に分けられ、メス親は、サソリの形の妖精を生む。生まれた妖精は、 メス親の体の上に登り、その背中で、しばらくの時間を過ごすが、一週間か十日ほどで、独立し、自立生活に入る。ヤエヤマサソリは、死生産性ンため生殖することが分かっているが、個体数は少ないもののオスも存在する。その他十ほどの種でンため生殖が知られる。シユーの見分け方は腹部にある串状盤、ペックチンが大きい方がオスであると言われる。 また、メスの方が体が全般的に大きく太っているが、オスの方はメスを交尾の婚姻ダンスの際にメスを押さえつけておくためにメスよりもハサミが大きいというのも見分け方の一つである。サソリの婚姻行動は相性の悪い相手であればお互いに刺し合ってどちらか一方を殺してしまったりメスがオスを一方的に食べてしまったりするような行動をとってしまうケースもある。 ファーブルは、その行動を観察して、サソリは、カマキリやクモのように、交尾後に、メスがオスを捕食してしまうと思ってしまったが、これは、狭い飼育ケージ内での観察であり、野外においての交尾後の共食いは少ないのではないかと、言われている。サソリ類は世界に多く分布しており、種数は1750種類を超える。基本的には暖かいところに多く、 熱帯地方が分布の中心ではあるが、かなり寒い地方まで分布している種もある。日本では南西諸島に2種が分布するだけだが、アジア大陸では北朝鮮、内モンゴルにまで分布がある。湿潤な気候に生息する種もあるが、砂漠に生息する種もあり、適用範囲は広い。ヨーロッパでは地中海周辺地域に生息する。人間の生活範囲に生息するものもあり、 それらの生活圏内に住む住人は必ず靴を履く前に中にサソリが入っていないか調べると言われる。このような種は稀に荷物に紛れて輸送されることがあり、日本でも港で発見され大騒ぎになることがある。サソリの尾の先には毒針があり、これを使って毒を注入することは一般的によく知られており、猛毒により人が刺されたら死ぬ場合もあるとして恐れられている。 神話伝説にも猛毒を持つサソリの話はたびたび出てくる。ギリシア神話では英雄オーリーオ,ーオーンを殺してサソリ座になったサソリの話が有名である。神話や逸話によりサソリの毒性は誇張された形で認知されている。実際にはほとんどのサソリの種は大型哺乳類を殺せるほどの猛毒は持っていない。その理由は サソリは昆虫など小動物を捕食する際に毒を使うことがほとんどであり、大型動物にそれを使うのは防御行動で、本来は大型哺乳類の殺傷を目的としたものではないからである。人間に対して致命的な毒を持つものも存在するが、その数は約1 0 0種類中にわずか25種と少ない。日本産の種の毒性は低い。 日本以外の地域に生息する種でも人命に関わるような特性を持つものは少ない。しかし、真に危険なものも実際に存在し、サソリによる死者は世界で年間1000人以上と言われる。また、人家周辺に生息する種もあり、地域によっては被害を受けやすく、南方地域では靴を履くときに靴を裏返してサソリがいないかどうか確かめる地域があるとされる。 毒性の弱い種であっても、刺された結果スズメバチの場合と同様、アナフィラキシーショックのような症状に陥ることはある。人命に関わる猛毒を持つ種類は、イエローファットテールスコーピオン、ストライプバックスコーピオンなど。この中でも、最強の毒を持つのは、中東に生息するオブトサソリと言われている。それら強力な毒を持つ、サソリの多くは、極東サソリ科で占められており、 現在これら極東サソリ科のグループは日本への輸入が原則禁止となっている。密輸事件も起きている。漢方の小薬学においては有名なものではトリカブとブシなどのように毒性を持つものが独特の効力を発揮するものとしてしばしば気薬に利用されるが毒性を持つサソリも卒中や神経麻痺、痙攣に効果があるとされる。小薬名を 全活というが、これは生きたままのサソリを食塩水で丸ごとに手から全体を乾燥させたものを生薬として使用されることからこう呼ばれている。昆虫などを餌にするサソリだが、実はサソリ自身にも多くの天敵が存在し、それらの捕食動物相手には毒針とハサミを振るって汚染するが、相手によっては毒に免疫を持っている場合もあり、自分より 大きな動物相手には一方的に捕食されてしまうケースが多い。サソリの天敵はイタチやジャコーネコかなどの肉食性哺乳類や鳥類、爬虫類、他に同じサソリや肉食性の昆虫類にオオツチグモ類やムカゲ類などにも捕食される。毒を持つサソリ類を好んで食べるクジャクは古代から液腸として尊ばれ、仏教ではクジャク苗炉として 進行対象にも取り入れられた。サソリは見た目がザリガニのように見えるので硬い皮膚を持っていそうだと思われがちだが、クモ類よりは硬いとはいえ、甲虫や甲殻類に比べればそれほど硬くないために他の多くの肉食動物の格好の餌にされてしまうようである。サソリが一般に暗闇や物影を好むのもこういった多くの天敵から逃れる手段ではないかと、 考えられる。サソリに暗闇でブラックライトを当てるとどの種も緑色に光る。表皮にあるヒアリン層が傾向を発するとされるが、これには少なくともベータカルボーリンが関わっている。生まれたてのサソリにはヒアリン層がないが脱皮を重ねて成長するごとに増え、発光現象が強くなる。液心標本にしても周囲にヒアリン層が溶け出して、 光るのだという。また、脱皮した後の脱皮核も光る。サソリの他のクモ類、さらに昆虫類と一部の安でも類似の傾向現象がある。海サソリ類は形態的に共通点が多く、一部の種は陸に上がったと思われることもあって、これがサソリ類の直接の先祖であるとの考えがある。これには異論があるものの、サソリはクモズ砂の中で、 最初期に分化した生物であるということについては長く信じられている。化石は古生代シルル期まで遡る。中生代までのものは水中生活のものがあったと考えられる。この類に見られる卵体制や体制は陸上生活への適応と見られる。以下の2種が知られる。いずれも広域分布種である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。